動物の森運動会ね、こんなにさ白熱しねえ運動会が見られるんだぜ。これすげえよな。大人も子供もお姉さんもごきげんよう。ゴール。はい、ということで牢獄村での一日がスタートいたしました。ということで動物の森 E プラス運動会午後の部を始めたいなと思います。で、午後の部は13時の玉入れ大会と15時の綱引き大会がございますので、その2つを今回はね見ていきたいなと思います。で、前回の午前の部の動画はね、下記概要欄の、まあ、1個前の動画になりますので、ぜひともねチェックしてみてください。ということで早速見に行きましょう。もう1時から始まるからな。前回ねラジオ体操は、まあ、なかなかちょっとラジオ体操面白かったな。ねえ、エソちゃん全然さ踊れてなかったの。めちゃくちゃ可愛かったわ。で、徒競走の方ではハチェット vs 霜焼け、そしてねキザの誉れ vs バンタムというね、まあなかなか泥試合でしたよ。泥試合だった。不正も行われたしね。なかなか結構ね運動会面白いですね。もうハチェットはさここで待機しちゃってるもんね。動物の森の運動会ってさこんな面白かったんだな。驚いたわ。これ本当にさマジで復活した方がいいと思う。めちゃくちゃ面白いよ。運動会プログラムさん、玉入れを始めます。おー、玉入れ、玉入れめっちゃ気になるんだけど、どういう感じだろう。お、あ、すげえ、始まった。え、始まるのかな。お、始まってんじゃん、もう。おすげえ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 。白組がこいつレイラだっけ、レイラとバンタムで、パーチクずっとこれなんかこいつ何やってんの。お前どっちも負けてない互角の勝負だわね。ああいいね。レイコだったわ。そんなとこにボサッと突っ立ってないで、あたいたち応援してよけど。俺もやりたいんだけど。バンタマどう。いちいち弾を拾うのがめんどくせえんだよな。ねこいつめんどくさがりすぎ。あ、手に弾持ってる、すごい。あ、すげえすげえ。あ、ちゃんと入ってんじゃん、すごいよ。あ、こっち霜焼けね。霜焼け今んとこ使えないからな。邪魔しないでよ、いそぞくん。弾探して大忙しなんだから。その辺にいっぱいあるだろう、弾。いや、ハジェットか。さっきは戦った同士だな。オイラは絶対負けないよ。うそぞ。だってオイラには筋肉の髪がついてるんだ。ゲロッポ。その筋肉を生かしてくれ。こっち不利だろう、だいぶ。ねえ。こいつら、モテんの？あ、モテてんだ、一応。あーでもほら。だ、濃昏だ。濃昏だ。全然入れられてないじゃん。あ、いいね、いいね、いいね。あー、いいじゃん、いいじゃん。霜焼けすごいよ。ハジェットが濃昏なんだよな。全然入れられてないじゃん。すげえ、めっちゃ面白い。しかも、なんていうか、ちょっと可愛いな、これ。みんなが必死で投げてんの。すげえ面白い。なにこれ。超面白いんだけど。おい、ちょっとハチェット入れられてないじゃん。入れ。おいらの魂のこもった玉。ね、魂のこもった玉っていうの、ちょっとなんかギャグみたいになっちゃってんじゃん。どうすか。玉や、鍵や。あ、ちょっと違うな。まあ、ちょっとボケてきてんでしょうね。どっちも負けてない。互角の勝負だわね。ね。これ何？これ2時間続けんのかな？またこれも。ねえ。いや、まあ、だじゃん、互角の勝負っぽいけど、どれぐらい入ってんのこれは。見えないんだよな、そこは。ねえ。よくよく見るとなんかもうこれ、ハリボテなんじゃねえかな、これ。こっちのチーム結構すごかったけどね。ほら、バンタムがめっちゃ入れんだよ。ねえ、レイコも入れる？ほら、レイコも入るんだよな。すごいよね。だいたいさ、3個投げて1個は入るんだよ、ほら。めちゃくちゃうまいの。こっちのチームは結構さ、ハチェットがさ、ちょっと足引っ張っちゃってんだよな。ハチェット入れらんないんだもん、一個も。ねえ。霜焼けはね、入んの。ほら。あ、終わった？終わってなかったわ。え、待って、これいつ決着つくの？これ。俺もやりたいな、これ。やりたいけどできないんだよな。普通に考えたらさ、もう多分全部の弾を入れてるはずなんだけど、弾がさ、無限に出てくんだよね。だからさ、こいつらさ、永遠に終わらないさ、玉入れをずっと続けてんの。ねえ。何これ、地獄か。ということでね、投げても終わらないという地獄の玉入れが続いてるんで、まあ、次最後のね、綱引き大会、ね、向けて、エソちゃんちょっとお昼寝したいなと思います。はい、ということで、もうそろそろ3時なんで、最後のプログラムである綱引き大会が開催されます。まあ、俺もね、正直参加したいんだけど、まあ、俺は大会の管理委員会なのか知らないけど、まあ、参加できないんだよね。基本的には傍観者ということで。で、まあ、どっちが勝つのか。ね、これはどうなんだろう。住民総出でやるのかな。でもう、霜焼けもね、今待機してたけど、ここにね。もう、かなりやる気満々でございますけども。それはまあ、力が強い。ね、住民がいた方が強いよね。で、俺のさ、この、
村って確か虎とかいたはずなんだけど、あいつ来たらもう一発アウトでしょ。ね、女の住民とか力ないだろうしね。ね、ハチェットとか結構強そうだしね。あとやっぱキザの誉れだよね。あいつ絶対ムキムキでしょ。馬だもん。ね、最後どっちが勝つのか綱引き、ね、基本的には勝負がつかないですから、ね、この動物の森運動会は、まあ、みんな仲良く、ね、やりましょうみたいな運動会ですからね。もうそろそろ始まるのかな。もう3時になります。運動会プログラム4、綱引きを始めます。あ、綱引きどうなのか、いや超楽しみだな。どんな感じだろう綱引き。あ、始まってんじゃん。お、すげえ、もう始まってる。おー、すげえ。いやそりゃキザの誉れの方が強いだろうこれ。あ、いいね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 。ハチェット来ちゃったらさすがにね、勝負ついちゃうか。あ、でも、え、でも互角じゃね。ちょっと話しかけてみようか。うわ、負けそうだ、筋肉の神よ、頼む。お前そんなキャラだったの。うん、お腹が減ってなかったらもう少し力が出せるのに。下焼けさ、ほぼほぼ全部参加してんだよな。運動会大好きなんだろうな。あ、でもすごい、こっちが勝ってる。あ、だが引かれた。ダメなのか。クソ、俺は負けたくねえ。あー、いいね、いいよ、いいガッツしてるよ。よしよし、いい感じだわ。さね、こっちの方が不利なんだけどな、体格的にもね。なんだか応援してる値の方が疲れてきたわけど。そりゃそうだろうな、一番そんなでっけえ旗ぶん回してるお前が一番疲れると思う俺も。あ、いかんいかん、今日は運動会じゃ。村長として頼もしいとこを見せなくてはな。もうボケてきてんじゃんね、運動会なのに。寝てたもん。これどうなんだこれは。ねえ、これ勝敗あるのか、そもそも。これ勝敗っていうものが存在するのか、この世界には。で、よくよく見るとさ、この綱もさ、こっから動いてないんだよ。ってことは、ここ杭で打たれてんだよね。杭で、こう2本打たれた綱を引き合ってると。でもすごいね、こんな頑張ってる動物たち見るのってさ、なかなかないよね。この音楽とかもさ、正直めちゃくちゃ珍しいよね。こんな、ドゥン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 みたいな、こういうさ、応援歌みたいな。で、何？俺はこれマジ傍観するだけなの。何もできないもんね。基本的にこれ2時間続きますからね。ねえ、何これ？地獄か？おいおい、しっかりしろ。ずるずる怒りしまずい。そりゃもう、絶対もう今ほぼほぼ握力ないでしょ。どんだけこいつら体力あんの？いや、無尽蔵なの、こいつらの体力は。私が本気出したら、こんなものなのよ。はははねえ、こんなものなんて、まあ確かにすごいよな。ねえ、あんな馬いる状況でさ、こいつら耐えてんのがすごいもん。動物の森運動会ね、こんなにさ白熱しねえ運動会が見られんだぜ。これすげえよな。驚くでしょ。まあでも住民のこういう姿を見るってのは、まあ、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。でね、ラジオ体操にだってはね、一緒に踊ったりもできるし、でさらにこういうさ、まあ、綱引き大会とか、まあ、玉入れとか徒競走とか、そんな住民たちが本気でもうね、己の闘志を燃やし合って戦うシーンってのはなかなか見られないことなんで、これはすごく、まあ、動物の森イベントとしては、まあ、いいイベントですよね。だからぜひとも僕はね、復活してほしい。で、さらに、プレイヤーも参加できて、でね、金メダルがね、いきなり最初からもらえないシステムにしてほしい。ああ、さすがに。ねえ、何もしてねえのに金メダルもらうんだよ。話しかけてあげて。ねえ、ボロすぎだろ。で、最後に、ちょっともらった金メダル見てみたいなと思います。部屋に置く。お、すごいじゃん。これ何これ。おー、すごい。え？すげえ、こんな立派なのもらっちゃっていいのこれ。え、俺話しかけただけだよ。何も参加してねえし。いや、これ絶対高く売れるっしょ。おい、たぬきち、ちょっとさ、優勝者だけがもらえるっつ？限定の金メダルあんだけど、買い取ってくんね？それなら、1万4000ベルで買い取るんだもん。おい、マジかよ。何もせずに1万4000ベルゲットしたんだけど、ラッキー。親愛なる同志諸君、動画の視聴、誠に感謝する。いまだ、チャンネル未登録の者は、左のシンボルアイコンより、チャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、コアラズゲームショーは YouTube に存在し続けることをここに宣言する。